ダモロシングルです。新たなゲームドロップシー、こちらプレイしていきます。リリースが2015年9月11日なので、6年7年ぐらい前のゲームですね。開発が、テンダーシュートとエイジョリーコープ、発売がデボルバーデジタル、インディーゲームの U ですね。いいゲームばっか出しますね本当に。こちらのゲームね、見ての通り、まあピクセルアートなグラフィックのね、ちょっとレトロな感じのデザインとなっておりますけれども、主人公ピエロのドロプシーくんがね、いろんな街の人々と、コミュニケーションを取りながら、その悩みを解決していったりするようなアドベンチャーですね。ポイントクリックアドベンチャーです。ちなみにこちらキックスターターで実現したインディーゲームでしてね、かなり好評なようですね。どういったゲームに似てるかっつったら、ムーンとかを作ったね、ラブデリックという制作会社の、童話のような、そういったテイストにかなり近いゲームとなっております。まあプレイしてからのお楽しみということでスタート。わあ、ドロップシー君顔がなかなか。ああ、まさかサーカスが。一夜にして灰と化した。悲しい。こんな悲しいスタートなの？あー、ドロップシー看板かこれ。音楽すごいんですけど。お、部屋で寝てたらん？あ、なんかできることがいっぱいあるんだね。とりあえずいろいろ見てみよう。アドベンチャーだね。うーわ、何これ、怖っ。たまたまこうなっちゃったの、それとも最初からこういう絵なのか。これなんだろう。うわー、すごー、何このデザイン。ベッドでしょ、怖い、ちょっと怖いね。テレビ見れ、電気は通じてるけど見れやしないと。どうしよう、テントが焼けちったよ、渡れないね。ちなみにドロップシー君は、お話ができないタイプのキャラらしいですね。まあなんかこの見た目のね、ほのぼの感と、あ、思い出だな。うえー、悲しい。ピアノかな。だってどうしたらいいんだ。幼い頃、じゃあここに引き取られたんだね、ドロプシー。うわ、いろんな思い出が。ゾウやアザラシのトラもみんな亡くなってしまった、この火事のせいで。うぎゃー、何これ、悪夢。うわー、すごい。あーっていう夢をね、あー見たんだ、僕は見たんだ。あー夢だから、あ、あー、ワンヌワンヌ、なんだこれ、なんか手に入れたな。お、地図、すごでかいぞこれ。フィールド相当でかいね、島かな。でアイテムがなんだろうこれ。おお、お腹の中に物をしまってるっていう設定かな。うん、思い出というか絵だね。でこれは何でもない、車だ、車に顔がついてるベッドだ。にしてもさっきのほんと怖かったね。ああ、いい絵だよ、よかった。ほんとなんか悪夢
ってよかったね。あーテレビだ。あれ夢かじゃあ。いや夢じゃない。サーカスのテントが燃えてたんだ本当に。これはなんだ。うんうん、うまい。なんだこれ。スープを作ってる映像。なんだこれ不思議。これニュースでしょ。西部劇か。怪獣かな。うんうん、これなんだ、アニメかな。うん、面白い。徹底的にこだわってるね。あーピアノも、あーよかった、いい音。さっきはほんとなんかもうどうにかなるかと思うぐらい怖かったね。電話だ、電話。ちょ、押せない。待って待って。もう、あのね、多分手が不器用なんだろうね。ボタン、一回何個も押しちゃうよ。かわいいかよ。これなんだ？ご飯か？あ、なんだこれ。誕生日かな？この青い髪の人の。冷蔵庫は？クッキーが、バターサンドのようなものが入ってるね。バターサンド美味しいですよね。皆さん好きですか？バターサンド。お、うちを出たね。これはまだサーカスの中か。ん？なんだ？時計。懐中時計だな。うん。これは何だろう。ロボット。プラモかな？なんだろう。なんかの写真っぽいけど。どんどん行こう。これは何だ？何が何やらだね。鶏が太い！でかい！チキン。どういうこと？うわー、かわいいな。ん？バターサンドが欲しいのか？バターサンドどうやって渡せばいいんだろう。これで、あ、ん？はい、ハグ。違う、ハグできない。お腹の中にはバターサンドがあったはず。これか。はい、どうぞ。おい、どうぞ。あ、行っちゃった。ポークのバターサンド。ぶんにょぶんにょじゃん。えへへって笑うね。まあまあ、ニワトリが幸せならそれでいいや。あ、これはサーカスの団員かな。足が不自由なような。穴掘りたい。なるほど。うん。はい。吐く。特に何もない。女の人とケーキ、プレゼント。はあはあ。どっか行って墓行く、みたいな。うん。地図見て。あー、この青い人、さっきのあれだね。髪青い人。はいはいはい。あ、行っちゃった。あ、これだ。はい。おーい、穴掘って。頼む。ほい。掘って掘って掘って。ドロップシーちょっとどこ。お？なんだ。はい。靴下。土まみれの靴下手に入れたよ。いらねえ。ドロップシー。かわいい。無垢すぎる。靴下誰か欲しがる人いるかな？森の中を抜けるのか。音楽もなんかすごい美しいね。ハグしようか。ヘイ。なんて書いてんだ？あ、早すぎて読めない。うんうん。何かあげれるものでもあればいいが。これあげる？はい。食べるかい？違う。理解はできない。しょうがない。ほい。お、さっきの太い鳥だ。あらら。落ちちゃった。
乗っとけと。ヘイ、はい、うわお。なんだ、うん、一旦戻って、こっちじゃないのか、こっちだ。あれ、なんだこれ、顔があるぞ。抱っこしてみよう。ほい。おお、木も、あれ、木ほんのちょっとだけなんか不満そうな顔が治ってない、気のせいかな。木のシワが。いや、こんにちは。あー、泣かないで、泣かれちった。あれ、あ、どうした、花がしおれちゃった。なんかあるかな。これどうぞ。これどう、これじゃない、お花か。トマトじゃないよね、やっぱりね、わかる。とりあえず抱っこするわ、抱っこするわ。ダメか。あー、何もできねえ。これなんだ、これかわいい絵だね。こっち行こう。ドロプシーの見た目はやはりちょっと怖い人もいるね。こんにちは。うん、嫌われてる。そんなこと言わないで。ダメだ。ここはなんだ。はい、路地裏にどんどん入ってっちゃう。わあ、ダメ人間が、ちっちゃいダメ人間が悲しんでる。どうしよう、抱っこしてやるか。ダメだ、抱っこさせてもらえねえ。あれ、これ花、花じゃない、花一個もらっていいかな。これ持って、これよかったらどうかな。はい、ダメ、ダメか。靴下、この汚い靴下はダメだ。ハグする。これどうすればいいんだろう、この花自体を蘇らせればいいのかな。これ入っていいやつ。こんにちは、教会かな、ビンゴ大会だ。女の声がうるせーって言ってるね、二人とも。この人は聖書と金が欲しいと。こんにちは、どうも。ピエロはもう現金みたいなことを書いてるね。ロックはもう地獄だと、タバコも地獄だと。すごいグラフィックだね。なんかねえかな。はい、これダメか。花、はい、どう、全然ダメ。ハグもできない。なんだろう、この人の心を癒す方法ないかな。これは開かないか。スピーカーを止めようか。ほい、触れないな。なんかカセットテープだ、きっと。カセットテープをどっかで手に入れればいいんだな。レコード屋さんだ、いいね、レコード屋さん。ライブもできるぞ。こんにちは。へい、抱っこさせてくれ。金さえあればレコード売るぜって。レコード、なんか触れるところある。あ、レコード、あ、これか。お金が必要だね。お金ないわ。お金か、リアルな話になってきたな、現実的に。これなんだ。あ、ちょっと待って。悪魔のマークが入ったカセットテープなんですが。まあいいや、とりあえずあの教会行ってこの悪魔の音楽かけてみよう。あれ、悲しんでる。ああ、もうダメだ。
こんにちは。ゴミ？なんだ、薬か。こいつドラッグ中毒か。裏入れるんじゃない？入れない。とりあえず今回はこの辺にしておきましょうか。なんかすごい、なんだろう、手触りが気持ちいいですね。グラフィックの良さも相まって、みんながね、それぞれが悩みを抱えてるのが、文字一言も発さず絵だけで表現するのが素晴らしい。字幕が一切必要ないゲームです。はい、というわけで面白いと思った方は評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。次回もお楽しみに。アリベデッチ。